ちょっと皆さんこんにちは、トミックです。やってまいりました、大好物の食材のお時間、イエイ。俺過去にクジラのウネスを使ってクジラベーコンを使ったのを覚えてるでしょうか。そうだね、ウネスだね。クジラのウネスを買ってきました。生の高級食材、クジラのウネス、あのクジラのここ、あのよく絵とかで描くここね。やってまいりました、クジラのウネスという、ここのあのここね、ここの部分ね、クジラのいやこれね、うまいんだよマジで、本当にうまい。ここあの部分はもう食わせてやりたいぐらいうまい。で、じゃあこのクジラ、何のクジラなのかっていうのを捕鯨報告書、捕鯨のそういうのがついてきたんで、これを、読みます。下記の通り、ヒゲクジラを読めないな、あの字がなんかあれしすぎて。捕獲の日時及び場所は平成30年8月2日午前6時、北海道函館市岩戸町で捕獲されたらしいです。で、クジラの種類はミンククジラ、まあ、いろいろ書いてあるんだけど、ほらもうコピーでね、ちょっと読みづらい読みづらいということで、ちゃんとこういうね、証明書もついてるということで、つまみ食いじゃないけど、いいっすか。いや絶対うまいもん、これ薄く切ったんだけども、ほらだ、こういうのがクジラベーコンになるんですよ。でも刺身はね、なかなか売ってないんじゃないですかね、他のスーパーとかそういうのって。クジラパーティーをしたいぐらいで、俺はこの YouTuber を誘ってね。いただきます。うん、うまっ。じゃあクジラのウネスをつまみ食いをね、堪能し終わったので、いよいよこれを調理したいんですが、前みたいなね、クジラベーコンもどきみたいなのは前回やったので、捕鯨してから冷凍してないんだって。だからもう生の新鮮なこのままの状態で築地に入ってきてるみたいならしいので、今回はじゃあしゃぶしゃぶが美味しいということで、こいつをね薄切りにしてしゃぶしゃぶに、あ違ったわ、これからねこのクジラを薄切りにしてしゃぶっていく、しゃぶっていく。君たち、ズームで僕と握手、 LINE スタンプもよろしくね。クジラをしゃぶしゃぶ用にスライスしていくんですが、その普通のお肉とか魚をスライスするの違うんですよ。こんな感じのブロックにして、ここからこうやって薄切りにしていくんだけども、ここら辺から切っちゃう。うわー贅沢、うわー綺麗な断面図だなこれ、めっちゃ綺麗で、ここのウネスのね、ここのあるでしょ、ここを半分に切ります。そしたらもうあとはおなじみのスライスなんですけども、さっき俺刺身つまみ食いしたじゃん、脂身がもうあるからさ、調子乗ると大変なことになる、すごい気持ち悪い自業自得だけどもね。この残ったやつはちょっと冷凍しよう。ウネス食べてみたい YouTuber、 ぜひあのうちに来てください、食べさせてあげる。このブロックを全部スライスします。あー難しいか、いけたか。こんな感じにどん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 スライスしていきます。刺身用みたいな感じかな。うん、クジラの専門店がさ渋谷にあるらしいじゃん。なんかそのほのかに噂でしか聞いたことないんだけどさ、行ってみたいんだよね。なんか一回そのプロの味っていうのを一回見てみたい。当然こういうウネスとかも出るんだろうけど、やっぱり基本的にやっぱ全部我流とかさ、そういう感じになっちゃうから、プロの味を堪能してみたいよね。あー難しいな。じゃじゃーん、しゃぶしゃぶ用にカットができました。いやーこれはやばいっしょ。ということで、しゃぶしゃぶ用に鍋にお水を入れて、だしを入れます。本当はあの昆布とかそのまま入れて出汁を取りたかったんだけども、ないので普通の出汁を、昆布出汁を入れます。あー絶対うまいんだろうなこれ。できました。いやーすごいな、こう刺身だけでもうまいのにさ、しゃぶしゃぶって食ったことないんだよね、うねしゃぶっていうのを。しゃぶっていきますか、うねしゃぶ。
くらいでいいのかな。ちょっと赤み、あちーん、これぐらいちょっと赤みが通った感じでポン酢につける。いただきます。あっさりしてるね。熱湯でしゃぶしゃぶすることによって熱のこの油の部分もなんか繊維っぽいやつがこうなんか出てきてコリコリするっていうか、説明がしにくいな。でもすごい美味しい。なんかクジラの癖本当にない。なんかさ、日本あんまりクジラメジャーじゃないじゃん。いやマジでメジャーにした方がいいよ。間違いないもん、クジラは。うめえし、今回の動画ただただ俺が大好物なものをしゃぶしゃぶして食べるっていう、しゃぶるっていうビデオでした。このビデオいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。マジうまい。魚介の中で何が一番好きって言うんだろう、もうクジラってしか答えない。答えませんよ。